ニコモ。ニコモは、中学生向けファッション誌、ニコラに登場する10歳代序盤中盤の女性ファッションモデル、つまり、ニコラの専属モデルのこと。インターネット上では、通常、ニコモもしくは、ニコ、もと、表記されるが、ニコラ市場での表記は、もう、丸囲みにした、ニコである。一般には無名であるもののニコラ読者、紙面ではニコ読み。 ニコラッコと呼ばれることが多い層には、アイドル的な人気を誇っており、読者会褒美という交流イベントが、毎年開催される。ニコも、出身の著名人には、栗山千明、青井優、沢尻エリカ、荒垣優衣、岡本玲などがいる。そう感じはいわゆるチャイドルブームであったことから、野村優香などの有名、ジュニアアアイドルが起用されいたが、その後は、 ニコラモデルオーディションなどで新人を積極的に発掘する姿勢にシフトし、現在の形態となった。ニコモが現在のようにアイドル的な存在になったのは2000年代序盤の榎本亜子、谷口沙耶からの存在によるものが大きい。2000年代後半には、ニコラモデルオーディションでグランプリを獲得して、ニコラ紙面で活躍、その後もドラマ CM に引っ張りだことなった。 新しいゆいの影響により、現役のオーディション出身のニコモが注目されている。ニコモはファッションモデルとしての活動のほか、ニコラ本誌に掲載される企業、商品広告モデルなどにも起用されることが多い。これらは多くの場合ニコラ市内に限った採用であり、他のファッション誌ではその雑誌のモデルによって広告モデルが兼務されている場合がほとんどである。 しかしアパレルメーカーのナルミアインターナショナルや、玩具メーカーのタカラなどの企業は、カタログテレビ CM などでもニコモの存在を前面に出した広告を行うことで知られている。また、ニコモが出演するテレビ番組として2002年にはパーキーパーティ、ー、テレビ東京、2004年にはニコモのテレビ大阪が制作、放送された。特に後者からは、 主要出演者5名によるアイドルユニットニコモのが派生し2005年に活動を行った2006年のジュニア市共同企画による期間限定ユニットソーランハッピーズにはニコモ、表としてトラ、ミナミユカが送り込まれたこれまでの卒業したニコモのうち現役時代に特に高い人気を誇っていたのは榎本彩志、谷口さやか、荒垣結衣、トラ 南ゆか、庭未来墓、三原いさむのぞみ、岡本霊、西内マリア、日南京子、川口春奈、立石春香、池田エライザ、古畑星夏、松屋入り、飯出マリエ、熊田林香、高音らである。二コモの出羊には大きく分けて、通称、オーディション組、プロダクション組、ニコプチ遺跡組がある。2018年9月時点の人数比は12-23-1、 であり、約80%をオーディション組が占めている。オーディション組は本名でデビューするのが基本だが、その他のプロダクション組等は本名と違う芸名を使っていることも多い。特殊な例として、ニコル・ヘスリンクは一般的な日本人名に習い、名字を先に並べ直したヘスリンク・ニコルという表記で紙面に掲載されていた。しかし、いずれにしても、 ニコラ市場において、各ニコモがフルネームで扱われることは少なく、ほとんどのページではニックネームで表記されている。このニックネームは通常、モデルの下の名前のカタカナ表記にコピーライト、ちゃんをつけたもので、例えば、青ユーはユーコピーライト、岡本霊は霊コピーライトとなる。多種と比較すると、シンプル、安直な命名法であり、春菜コピーライトや、 ンカコピーライトなど、複数のニコモで重複してしまったニックネームも珍しくない。い一方、一部のニコモは、通常の命名法にのっとらないニックネームが付けられることもある。例として、虎、南ゆかは名字をカタカナ化したコナンコピーライトであり、荒垣ゆいはさらに名字を変化させた楽器コピーライトである。石川さとみの里民のように、 コピーライト自体がつかない例もある。こういった変則的なニックネームがつけられる理由の大半は他のニコモと同一のニックネームとなることを避けるためと思われる。全段落に重複してしまった例が出ているが、それらはすでに起用期間が終わったニコモ、OG の愛称を新しいニコモに再利用たのであって、同じ号に同じニックネームのニコモが複数登場したりはしない。 変則的なニックネームには以下の例がある。ニコモは通常高校1年の終了をもって卒業となり同時期に発売される5月号毎年4月1日発売を最後に市場から引退する。卒業時期となる3月末頃の東京開放日では卒業にコモ全員が現役ニコモと読者に見送りを受けるニコモ卒業式という公開イベントが開催され、 これにて正式に卒業となる。なお、卒業期日に達する前に、市場から姿を消してしまうニコモも存在し、それらのものは、卒業式にも参加しない。卒業式以後のもとニコモはニコモ、ジーや先輩に、コモ、卒モと呼ばれる。卒業後の活動は人それぞれである。栗山千明や荒垣結衣のように当時の人気を活かして、さらに、ステップアップする者もいれば、 今一つ伸び悩む者もおり、また榎本彩子のようにきっぱりと引退する者もいる。また、ニコモ時代は、比較的地味であっても、青優や沢尻エリカなどのようにその後大きく、成功を収める例もある。2010年以降、ティーン向け雑誌、セブンティーン、終営者へのトップモデルもしくは、ナンバー2モデルの遺跡が続いており、2010年の、 西内マリア、2011年の縦石春香、2013年の古畑星夏を皮切りに、それ以降は毎年9月号で1から2名の遺跡が発生している。西内マリアはセブンティーンでもトップモデルとし活躍し、表紙25回在籍64ヶ月を誇った。ただし、ニコラモデルオーディション出身者は礼遇される傾向があり、縦石春香、 在籍29ヶ月や藤リア、在籍20ヶ月は、表紙を経験せずに比較的短期間で、セブンティーンを卒業しており、また古畑星夏も、同年代では、唯一の表紙未経験であった。ニコも卒業後の活動は、ファッションモデルとは限らず、女優、テレビタレントなどを中心に、芸能活動全般に広がる。元人気に、 コモがファッションモデルになるとは限らず、例として、トラ、ミナミユカはオタク系アイドルに転身、花はプロデュース、中野風女シスターズ3期メンバー、風男塾メンバーしている。ただし、中野風女シスターズは、ファンの大半を女性が占める異色グループで、秋葉系アイドルといっても男性に向けたものではない。グラビアアアイドルや、ヌードセクシー女優など男性を狙った分野への、 転身は、ピチレモン等のライバル誌出身者では、珍しくないが、ニコモでは、そのような分野への転身自体が少ないほか、他誌出身者に見られる過激な作品、キエロや、ヘアヌード、アダルトビデオ等は2014年に、コモリユカが出した字が取り、ヘアヌードのみ。一方、ファンの男女を問わないメジャーなアイドルグループへの加入は、珍しくなく、トラ、ミナミのほか、アガツマミワコ、 在籍中から、ナイン初期メンバー、ニワミキホ、ツンクプロデュース、キャナーリークラブ初期メンバー、松井愛理、在籍中から桜学院初期メンバー、藤井カレン、在籍中から、ハッピネス初期メンバー E、ガールズメンバー、品浜さえみ、秋元康プロデュース、SDN483 期生などが挙げられる。関連して、歌手などの音楽活動をする元には、非常に多く、 ソロでも、沢尻エリカ、エリカ名義など、荒垣結衣、岡本玲、日南京子、玉林名義など、ラタス存在する。中でも、2014年に歌手デビューした西内マリアは、第56回日本レコード大賞、最優秀新人賞及び第47回日本優先、大賞新人賞を受賞るなど、音楽業界からも注目を集めた。ニコラは、市場で、 ニコラモデルオーディションを開催している。読者モデルのオーディションではなく、読者から専属モデルをオーディションしている。荒垣結衣や岡本玲などをはじめとして、人気に、コモの半数ほどが本オーディションから排出されているため、モデル業界への登竜門として、多くの小中学生から注目されている。基本的にオーディションは、毎年6月号から告知、募集され、 10月号で発表となる。初期にはグランプリ、準グランプリを分けて発表していたが、2001年からは区別がなくなり、受賞者全員がそのままグランプリとなる新ルールに変更された。グランプリの数は決まっておらず、卒業まで出られるという保証もない。応募資格は10歳から15歳、中3までの女子で、身長が150センチメートル以上、国籍、 居住地は問わない。プロダクション、芸能事務所に所属していないことが条件となっている。第10回頃までは毎回5000人ほどの参加があったが、2000年代後半には増加の傾向が見られ、2010年の第14回オーディションでは過去最多の15,650人もの応募があった。最終審査に残るのは難しく、第14回の15,650人の 応募者の中で最終審査に残った人数は14人、最終的なグランプリは5人だった。2011年以降は応募者数は落ち着いたが、それでもなお毎回1万人超えが続いている。創刊以来、ニコラ各号の表紙には毎回1名、または数名のモデルが掲載される監修が続いている。この表紙モデルは人気にコモが選ばれるのが常だが、 例外として2001年10月号ではアイドル歌手の松浦彩が2003年12月号では上戸彩がそれぞれ単独で掲載されている2015年6月号までに最も多く表紙モデルとなったのは岡本玲、2003年から2008年在籍で合計25回時点は古畑星夏2009年から2013年在籍で18回 詳しくは詳細記事を参照である。表紙モデルへの累積起用回数は、各2個もの人気や活躍を図るための簡易的なバロメーターとして、しばしば活用されており、特に2008年に岡本玲が CD デビューを果たした際には、荒垣結衣を上回る、どのカリスマモデルの根拠として盛んに宣伝に用いられた。ただし表紙モデルの先行基準は公開されていないため、 人気のバロメーターとしてはあくまで目安レベルであることには留意する必要ある。なお、近年は複数二コモでの表紙が増えている。2005年から2009年の5年間では複数にコモの表紙が65中37号であったのに対し、2010年から2014年では65中50号を占めている。このため、昔と比べて、 表紙登場の枠は増えており、10件以下のニコモでも表紙を飾れる機会が多くなった。一方、単独登場はより難しくなっているため、表紙登場回数の多いニコモでも、回数が同程度の過去のニコモと比べて、単独回数の比率が低くなっている。また、2005年からは、 その年の春に卒業するニコモが揃って5月号の表紙を飾ることが事実上の慣習となっている。ニコラ公式サイトの会員制ページ、ニコラクラブにおいて部長として登場するニコモは、毎週木曜日に配信される公式メールマガジン、ニコラクラブ通信において毎回コメントを書くゆ、役割がある。初代ニコラクラブ部長の荒垣結衣は、 メールマガジンが創刊した2003年10月から自身の卒業年月である2005年3月まで1年半を務めた。二代目の虎、南ゆかい校は毎年最高学年の高校1年生の人気にコモが就任しており、事実上の人気は1年間である。部長のニコモ卒業後は新たに進行一の人気にコモが引き継ぎ、次の1年をつなぐ。 なお、ニコラ本誌のプリブコーナーの連載が開始されると、ニコラクラブ部長がプリブ部長を兼務するようになり、現在に続いている。また、2014年度より副部長が新設され、初代副部長として岡本夏美が就任した。これにより、人気に、小モの一番手が部長、二番手が副部長と分かりやすい序列となった。 2018年度から部長副部長制度が廃止され、生徒会制度が誕生した。最高学年全員が生徒会、その中でも人気を集めるニコモが生徒会長を務めるというものである。初代生徒会長は川野小明日家が務めた。2019年度より副会長が新設され、初代副会長として浜尾咲希が就任した。ないは、 プリ部長としての世代、他の多くの女性ファッション誌と同じく、7月号は水着特集号である。企画広告などを含む多くの水着関連記事が掲載されるが、中でもメインの特集記事は、毎年人気にコモを引き連れて海外ロケを行うなど、非常に力が入っており、夏の風物詩となっている。海外ロケページは2004年以降閉じ込み付録の形態になり、 また2007年2008年、共に、高屋敷あやの2009年、川口春奈、立石春香2011年、古畑星夏は、表紙にも水着姿のニコモが登場している。なお、近年のロケ先は、ハワイに固定されていたが、2014年は、ロサンゼルスへ行っている。ニコラには、ある時期から、男性モデル、メンズモデルが登場するようになった。これを略して、 メンモと呼ぶ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。